このアニメはご家庭で楽しめる教養アニメです。官僚系士が科学者のご指導を得て作成しています。今回はお部屋のインテリアにも夏休み自由研究にもなるお花の楽しいアイデア集です。皆様こんにちは。私は農業理系学園の理事長、衣食住院雅子です。僕は羊のセバスチョンですね。このアニメは農林水産業の楽しい豆知識ですの。虹色のカーネーションなんにゃ、綺麗で不思議なんにゃ。特別な苗を育てるとこんな花が咲くのよ。苗は通販で手に入るわ。ダメダメよ、その通販はインチキよ。そうなんですかにゃ。白い花を染料で虹色に染めたものよ、ウソクさん。そんなあなたはダメダメよ。必殺猫パンチ。視聴者の皆さんも種や苗を買うときは気をつけてね。ずいぶん詳しいんですね。何を隠そう、このアニメの作者も昔同じ詐欺に引っかかったの。蛍光ピンクの花？外国の珍しい花だよ。これが苗だよ。これは近くの山の雑草だよ。油性ペンで染めた花を見せて雑草売る。夜店でよくある手だよ。官僚犬種は意外におちょこちょいだね。きっと未だにあの事件が忘れられなくてこのアニメで啓発しているのよ。花を染めるのは面白いですわ。僕にもできますかにゃ。それでは今回はお花を染めるお話とドライフラワーにして長く楽しむお話をしますわ。夏休みの宿題にも役立ちますわ。お花屋さんで売っている虹色の花は花を染める専用の染料を使っていますわ。そもそも染料って何にゃ。紙や布などに色をつける道具の一種よ。例えばインクが染料の仲間よ。水彩絵の具と違うのですね。水彩絵の具は色の粒が粗いの。染料は色の粒がもっと小さいので紙や布によく染み込むのよ。花の染料が通販に売ってましたね。ちょっと高いですね。そうね。僕は農業理系学園の経理も担当してますね。この予算は通りませんね。100均のプリンター用インクで花が染まると紹介してる人がたくさんいますね。ええ、専用の染料でもプリンターインクでもどちらの場合でもガラス瓶などに入れて花を刺すと数十分から数時間で綺麗に染まります。茎には水を吸い上げる管があってそこから花びらに色水が送られるのね。花びらを見ても水の通り道が染まってますね。ええ、ここまでは答えが分かっていることです。自由研究としては目新しさがないわね。そうですにゃ。他のもので染まらないこにゃ。あ、ジュースやかき氷シロップで染まらないこにゃ。試してみると面白いわよ。しおれましたにゃ。実はね、ジュースやシロップにはブドウ糖や砂糖などの糖類がたくさん含まれているから花の中の水が吸い取られるのよ。花の漬物ですにゃ。でもスーパーで売っているあれでお花が染められることに官僚系士が気がついたの。え、それはまさか。食紅です。食用色素ですね。黄色や緑などもあります。昔から紅白餅などに使われてますにゃ。柔らかい色でいい感じですにゃ。多分食紅を増やせばもっと濃く染まるのではないかしら。また絵師の実験では黄色や緑は染まりにくいので量を増やすのがいいみたいですわ。皆さんにどの花にはどの濃度が良いか調べてほしいのですが、実験のお約束ですが、正確な実験のために茎の長さや室温などは揃えてくださいね。染まりやすいお花はどれでしょう。濃度はどれぐらいがいいでしょう。もともと色がついてる花を染めるとどうなるでしょう。すべて調べるのではなく一つだけ調べても良いですね。綺麗に染まりましたにゃ。写真だけではなく実物も学校に持ってきたいですにゃ。ドライフラワー作ろう。写真と一緒に押し花やドライフラワーを提出するのも素敵ですわ。もちろんインテリアにしても心が和みます。ハンガーや物干しを使うと便利ですわ。光が足らなくて傘通しの良いところだと 1,2 週間でできますわ。できましたが花の形がだいぶ変わりましたにゃ。そんな時にはシリカゲルという乾燥剤にお花を埋めると1週間から10日ほどで形を残してドライフラワーにできるのよ。シリカゲルってあのお菓子の袋に時々入っている透明なつぶつぶですかね。
ええ、それもシリカゲルですが、ドライフラワー用には専用のシリカゲルを使った方がいいのですわ。専用シリカゲルは通販に売ってましたけん、ちょっと高いですにゃ。お菓子のシリカゲルは100均でも手に入るにゃ。お菓子のシリカゲルは失敗しやすいの。え？この通り形が大きいので花びらが丸い形に沿って凸凹になるのですわ。あ、休みがもうすぐ明けますにゃ。これから乾かしても間に合いませんにゃ。奥の手よ。紙コップに専用シリカゲルで花を埋めて電子レンジ500ワットで加熱するの。小学生の方は大人と実験してね。10分待って冷ましてから取り出すとドライフラワーの出来上がり。乾いてなかったら余熱の残ったシリカゲルの山の上に十数分間置くといいわ。それでも乾かなければシリカゲルと一緒に瓶に詰めて蓋をすれば1、2日で乾くわ。出来上がったらどうやって飾るんですかね。湿気の多い部屋に置くと早く傷んでしまうので UV レジンで固めるか、少量のシリカゲルと一緒に瓶に入れて蓋をしておくといいわ。数ヶ月以上持つのよ。なるほどですにゃ。でもシリカゲルが見えるとおしゃれ感が下がりますにゃ。そんな時はほら折り紙でくるめば、はあ、なるほど、シリカゲルには見えませんにゃ。今回ご紹介の工作は夏だけでなく一年中楽しめますわ。皆さんもお花なる生活を楽しんでみてくださいね。綺麗な作品ができたら僕たちにも教えてくださいにゃ。パズマフのアニメ衣食住院雅子シリーズはこれからも面白くて役立つ農林水産業と科学のお話を紹介しますにゃ。チャンネル登録、いいねよろしくお願いしますにゃ。次回予告、階段恐怖の味噌汁ですにゃ。それはボツですわ。